はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はパワープロ2018栄冠内の続きをやっていきましょう。もうね、踏んだり蹴ったり結構頑張って選手を強化してきたつもりだったんですが、まあ残念ながらというか、夏の甲子園予選大会はあっさり初戦敗退ということなので、またチームをね本当に立て直していかなきゃいけないなというところに来てます。でもチームの方針はね、打高投低でいきたいなというところで、打撃重視のチームを作っていってるんですが、どうする、萩野球速149、コントロール50まで来てるんで、スタミナのある選手が投手としていないので、スタミナアップしていきましょう。で、渋沢はどうしようかな。このまま抑えとして、コントロール球速アップしていきましょう。で、松永は144キロまで球速上がってきているので、コントロールに切り替えましょう。根岸はまだまだかな。走れる選手がちょっと惜しいなというところではあるんですけどね。堀口はミートダイブ上がってるんで、それこそ総力に切り替えましょう。あとは湯浅で合ってるかな、対左投手 A、 これはなかなか使えるな。ミート D、 総力 D、 そしたらパワーでいいよね。で、泉田は総力が上がってくればパワーを上げていけばいいでしょ。漆原がちょっと伸び悩んでる感があるな。漆原はパワーをアップしていこう。で、宮脇パワーアップ中ですね。今泉もミートアップ中。まあ、この辺りかな。もうちょっと選手が入ってこないとどうにもこうにも編成がしづらいですね。もうチームの底上げしかないですからね。強化する一番のプランは、下に行くとどうだろう。アイドルが控えてるね。ちょっとアイドルを踏みに行きましょうか。しかもアイドルが2人続いてる、これはありがたい。お、アイドルが3人続いてる。まあ、ただ、まあ、アイドル3人続けても1を踏んでもあまり意味がないんで、5-5で踏んでいくのがいいかな。まあ、5-5が無理なら5-4で踏んでいきましょう。このあたりも中堅高校にもう一回戻りたいな。早く練習メニューが少なくて選択肢がねちょっと微妙なんで、でここはダンベル練習をして踏んでいきましょう。かなり上がった後の素振りで5を踏む。じゃあ練習効率がかなり上がった後の素振り、しかもあそこ来週の火曜日にもいるね。ここはどうしようかな。できれば回復したいんだけど、回復はちょっと無理かな。1が出てこないと。2か、しょうがないね。
そしたら投げ込みでアイドルマスに止まって、また5がちょっとないんで4のミートバッティングを入れていきましょうか。テンションアップか。テンションアップっていうよりはどっちかっていうと練習効率アップが良かったんですけどね。弾道はちょっとそれぞれみんなこの月は全員弾道アップ月間にしましょう。弾道最低2、今2ある人は3まで上げてもらいます。ちょっと今年はね、予選1回戦で敗退してるんで、ちょっと期待できないんだよな、いわゆるプロ入りっていう面では。まあ、ここは、誰にしようかな。根岸くん全然なんだけどな。関野にする？関野もまだまだだけど。前評判 B のチームと公式戦戦うのか、勝てる気がしないな。これは春の甲子園の出場権をかけた戦いですね。いや、勝てる気がしないわ、本当に。まあ、ここのところ試合であまりいい結果が出せてないからだ。ちなみにこの前のタイ旅行はですね、行きはスクート、帰りはエアアジアを使いました。さあ、相手ピッチャー米山、負け運持ってるんだ。147キロ、コントロールは F の30ですね。ストレートはツーシームも投げられると。で、シュート、スローカーブ、それぞれ変化量が5。なかなか強い。で、我々の方なんですが、今泉は内野安打。堀口、ちょっと調子落としてるね。対左投手は B。宮脇、対左投手 A。で、漆原、パワーヒッター持ちですね。チャンス F っていうのが微妙だな。あとは藤沢、満塁男にローボールヒッター。森下は対変化球丸。押し切り、流し打ちついてるね。で、石塚はさよなら男。まあ、漆原はパワーひ持ちなんだったら、じゃあここは思い切って、強振で引っ張ってもらおう。気持ちよく、バットをまずは振ってもらう。なかなかいい打球反応しましたね、今。相手ピッチャー。さあ、3点ビハインド。3点ってなると結構辛いよな。
お任せする？だあ、ゲッツーだな。一塁はギリギリセーフですね。なんとかね、まず同点まで追いつかないと。そのためには1点欲しいな、1点。だあ、ボテボテの当たりだ。一塁もアウトか。足が遅いね、森下くんは。そして守備か。これ弱小に落ちる可能性あるぞ。本当にここでやられるようなことがあると。ここはゲッツーで一気にアウトカウントを2つ稼ぎたいけど、抜けていく。弱小への転落がちょっと目に見えてきたな。さらにちょっとこれはコールド負けっていう可能性も出てくるんで、しっかりここで食い止めないと。これはよし、こういうイージーなポップフライが上がってくれると簡単にアウトカウントが稼げるんでいいんですよね。まあ、緩急重視していきましょう。まあ、ストレート149キロマックス。変化量がねちょっと少ないかなっていうのはあるんですけどね。さあこの回3点献上か。ただねこの萩野以外のピッチャーは使えないからな。抜けていく。まあ、バットを振らせないっていうのが一つ重要なんですよね。だからちょっと栄冠ナインではあるのかわからないんですけど、金縛り的なピッチャーのスキルでいう縛りみたいなものがあるとだいぶいいんですけどね。全然打ててないもんな、うちの方は。うわ、松永にピッチャー変わってるわ。これで7点差か。前評判 B のチームと戦う実力ないからな、今のチームに。だって今のボール球でしょ、実況によると。ボール球をセンター前まで運ばれちゃうぐらいだからね。ここは前進守備で1点もやらないぞと。うわー、持ってかれたわー。これホームランだな。これこの回2点、2点取らないとコールド負けですね。これはポップフライだね。でも弱小から出直しを覚悟しないといけないな。いやー、それでもアウトか。いやー、地区大会予選1回戦コールド負け。どうなのかな、チームの方針が微妙なのかな。まあ、なんとかそこそこ維持できただけよしとするか。もうとにかくチームの底上げをやっていきましょう、何はともあれ。
で、アイドルに泊まりましょう。土曜日のアイドルね。で、指立て伏せの5を踏んでいくっていうのが一番効率がいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとタイの話に戻すと、行きは今言ったようにスクート、まあ今っていうかさっき言ったようにスクート、で帰りは航空名にもなっているエアアジアを使いました。まあ両方ともね、事前にプラス1000円ぐらいお金を払って通路側の席にしたんで、まあなかなか快適に過ごせましたね。まあ LCC だと安い時だとね2万円ぐらいで往復行けちゃう時もあるんで、まあそういう時は弾丸で行くっていうこともあるんですけど、やっぱりゴールデンウィークぐらいね、のんびりタイで過ごせると気持ちも心もだいぶリフレッシュできるんですけど、まあでもやっぱりゴールデンウィークからの復帰っていうのは気持ち的にかなり辛いですね。仕事も溜まってますからね、ゴールデンウィークのんびりした分。そう、アイドルマスで泊まった時はなんとかよし、練習効率アップ、これが欲しかったんですよ。まあアイドルをいかに踏んでいくかっていうのと、練習レベルをいかに上げていくかっていうところだな。またアイドルいるね。アイドルの後の特訓マスも止まりたいからな。今見えてる日曜日のアイドルマスの後の火曜日、特訓マスついてますよね。まあ、うまく2が出てくれればいいんだけど。そもそも止まれない説があるな。となるとアロマテラピー5を踏んで指立て、腕立て腹筋で止まるしかないね。2がないからそもそも火曜日の特訓マスが踏めない。これ2来てほしいな。2、1か。しかもこのまま行くと赤マスを踏まざるを得ないというなんとも悲しい結果になりそうだな。あ、2来た、やった。ちょっとここ特訓マス優先しよう。タイピン。よし。それでも D か。まだまだだな。ドラフトの後は1を踏みたいんで、1は1個残しておきたいんですが、複数残しておく必要はないので、腕立て腹筋使っちゃいましょう。腕立て腹筋といえば、一応毎日、筋トレはしてるんで、少し体をね、引き締めていきたいなと思ってるんですけど、さてどうする。バンドレンでも入れとくか。で次はアイドルマスに泊まりたいので1を踏んでいきましょう。ドラフトかちょっと期待できないんだよな。
結構ね、選手自身は鍛え上げたつもりなんですけど、いかんせん敗退してますからね。おお、豊川、梶川、2人だけか。まあ前回ね、3人送り出した分ちょっと物足りない部分はありますけど、まあしょうがないですね。よし、練習効率かなりアップときたら、指立て伏せを入れていきましょう。荻野のスタミナは C ぐらいまで上げたいですね。で、渋沢だよね。渋沢球速アップ、松永は正規アップだな。根岸はちょっと使えなさすぎるな、このままだと。藤枝は肩アップでいいでしょう、正捕手なんで。ああ、藤沢、藤枝は代打の切り札的に使っていこう。パワーアップだ。で、押し切りは将来のまあ正捕手候補になってくるんで、ここは肩を上げていきます。今泉はミートはこのまま A まで上げていく。いや、総力だな、総力を A まで上げよう。で、宮脇はパワーアップ中ですね。漆原もパワーアップ中。泉だ、いや、漆原は4番なんで弾道を上げよう。さらに、いや、漆原はパワーが、パワー日持ちなんで、ミートアップで、いや、パワーアップかな。この辺りですでにね、右に行ったり左に行ったり、育成方針がまばらっていう時点でどうかなって感じなんですけど。で、湯浅は総力をもうちょっと上げとく。石塚もミートを上げましょう。そしたら励まして、土曜日の特訓マスには泊まりたいので、どうしようかな。低め丸にする、取れそうなやついった方がいいよね。ちょっと特訓マスに関しては基本的にピッチャー中心でいこうかな。特にタイピン系ね、タイピン系。チームがもう完全に崩壊してますからね、今。お、全員の疲れが取れたところで、じゃあティーバッティングを入れていこう。グラウンドレベルが下がってるね、しかも。そうか、ちょっとアイテム使えるものを使っていく。学力もちょっと上げていこう。学力高いな、藤沢。宮脇も学力高い、偏差値62か。偏差値のもともと高いやつをね、
さらに上げていくっていうのがなんか一番効率良さそうだけど、漆原 C 偏差値47 B に上げてやるか。これちなみに星をここで踏んでも分岐は試験で一旦途切れるんだよね、きっと。アイドルマスが欲しいんだけどな。あ、そんなことない、大丈夫ですね。そうなるとミソッド社員がいる一番上を狙っていきますか。本当はアイドルカモンって感じだったんですけど、まあ、いない以上はしょうがないですね。合宿の前にちょっとあれだな、でも食事会と励ますを入れたいんで残しときたいので、スカウトは飛ばすことにしましょう。おスケジュール見直しか、いや今はいらないかな。何、アロマテラミ、テラミになっちゃった。アロマで特に回復はしないんだな。いや肉屋さん、魚屋さん、パン屋さんか。これだったらメソッド社員が良かったな。さあ合宿だ。ここは T でアベレージヒッターは取りに行ってほしいな。何にもない。ここまで何にもないか。何にもない。何にも、ただ疲れが溜まっただけ。
いやー、微妙だな、全体的に。微妙すぎる。今回の合宿、実りがあったとはちょっと言い難いな。とはいえ、次こそ本当にまずいからな。その、もし負けるようなことがあれば、本当に弱小に落ちてしまう可能性があるんで。勝ち運は取れるだろう。取れないか。勝ち運取れない。日曜日のアイドルマスは泊まりたいので、あそこまでに泊まれるマス目の計算と、大きめな練習メニューは取っておきたいですね。まあ、できれば5、最低でも4は残しておきたいので、3、3で泊まれるね、一応じゃあ。なんでこの後ストレッチを踏んで日曜日のアイドルマスに泊まっちゃいましょう。で、変化投げ込みが来るんだな。そうすると変化球投げ込みの効率アップを来ることを願って練習メニューもちょっと変えちゃいましょう。特に萩のね、変化量が少なすぎるんで。よし、練習効率大幅アップじゃないけど十分だ。うわー、赤マスか。赤マスは止まりたくない。我慢して読んで我慢しましょう。アイドルがいるんで真ん中に突き進む。ちょっと時間がいい時間になってきたので、あのアイドルマスまでは進んでいきましょうか。
とはいえ、ちょっとマス目的にアイドルに泊まれるのか微妙だな。絶対に泊まりたいアイドルマス。泊まれるかな。お、泊まれるね。まあ、1-1で進んでいかなきゃいけなくなりましたけど、まあ、アイドルマスに泊まることを優先しましょう、ここは。テンションアップか。テンションアップかい。はい、というわけでね、ちょっと今回もうチームが崩壊という、予選1回戦敗退という厳しい結果だったんですが、なんとかねチームの立て直しを行っていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。